こんにちは、プラレールお父さんです。昨日完成したここの空中レイアウトにですね、さっき開けたじゃじゃーん水風、そしてじゃじゃーんアルファ X、 これを走らせてじゃじゃーん新開発のカメラ、これをちょっと乗せて前にやって走らせたいと思います。とりあえず一回ですね、普通に走らせてみたいと思います。ちょっとカメラを借ります。こんな感じ、こんな感じですね。かっこいい、アルファ X と水風。ちなみに空中レイアウトはこういう風に、上を走るわけですが、ここにさっき説明したこのカメラをですね、まあ実はこのカメラ初代で、今もっといいのを作ってるんですけど、これ全面展望になりますんで、ちょっとこれも後で編集してね、こっちのカメラで撮ったものも、くっつけたい、走らせて見せたいなと思うんですけど、まずはここを走るところを撮ります。それでは水風出発進行。かっこいいね、6両。それからこのアルファ X ですね。もう出発進行。速い、いいですね。こんな感じで来てますよ。あそこで、わあ、ちょっと遠いな、ちょっと遠いか。さあそこでこのカメラを展開したいと思います。さあやってきました。さあちょっとここで、電源を入れたいと思います。2秒長押し、水風を走らせたいと思います。もっとスピードアップか。速い速い速い。どうでしょう。お、いいね。やっぱどうしてもあそこのカーブの部分がね、ちょっと段差もあるんで、もうちょっと改良が必要かなと思うんですけど、途中までは楽しめたんじゃないかなと思います。ということで、上のこの空中レイアウトの紹介はこれで終わります。ありがとうございました。